日本三大悪女北条政子、源頼朝を支えた正室である一方で、嫉妬深く気性が荒い性格でした。側室がいて当たり前の時代で、頼朝が亀の前という愛人のもとへ通っていると分かると、亀の前の邸宅を破壊しました。日野富子、足利義政の正室でしたが、男子に恵まれませんでした。後継に困った義政は弟の義見に将軍を譲ろうとしますが、男子が生まれた時に用済みになると断ります。その後渋々義見は将軍になりますが、いざ男子が生まれると富子は山名宗全と結託し、義見の後見人の細川勝元と対立し、これが応仁の乱の一因とされています。淀殿、信長の妹お市の方と浅井長政の間に生まれ、豊臣秀吉の側室の一人になります。子供がいない正室の北の政所をよそに跡取りの秀頼を出産し、強い権力を持ちました。秀吉死後の大阪の陣では、徳川家康が淀殿を人質に差し出すように秀頼に言いますが、淀殿はこの申し出を拒否、秀頼と共に自刃して豊臣家は滅びます。